もこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。はい、今日は海賊ください。最終章第2話、魚人島の冒険、はい、挑みたいと思います。それではいきましょう。お願いします。じゃあ行こう。はい、さすがに行こう。できるかな。はい、行きまーす。わあ、ちょっとフランキー使いたい気もするけどな。まあ、まあ、でもやっぱ俺とりあえずストーリーはやっぱルフィでいいから。はい、はい、ルフィは別に変えなくていい。 OK、 はい、やっぱゾロ使おう。ゾロかっこいいもんな。そうだね、ベリー多分いけんじゃない。ああ、結構やっぱお金いるな。だんだんとやっぱり予算が必要になってくるから。そうだな、ね、上がったかな。全然上がってない全然上がってない。おかしいな、コインはあんまないからね。よし、ぼちぼち時間だ。よっしゃ、ホーディーか。やば、使うかな。武装色なんのかな、ゾロも。やるんじゃねえの、刀でね。え、やば、覇王色見れるかな。覇王色は俺だけだよ、あのムービーで。あ、ムービーでね、うん、ああ、あの5万人撃破ってやつね。そうそうそう。いや、全部マルスのためは2年だったんだ。やばやば。あ、フランキー将軍見たいんだけど俺。シャボンディ諸島で最終、はい、最終決を果たしたヌゲルの一味は新世界へと届けるため深海の島巨人島を訪れ、そこはリュウグウ王国が治める巨人と人魚の国だった。2年前共に戦った地面にすでに名を知られていたヌゲルは仲間たちと共に王宮リュウグウ城に招待され、巨人族と人間とは長い歴史の中で貴族間の深い確執が存在していた。しかし人間との緩和を望んだ今はなき。王妃乙姫の活動の成果により、融和ですね。何緩和してる、金融、金融みたいなこと言って、人間に歩み寄るとする考える巨人たちも少なくなかった。一方で人間を恨み、巨人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。やば、かつてルフィたちがイーストブルーで倒した巨人アーロンの意志を継ぐホーディは遊戯王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。やばいぞ。ホーディの穴に巻き込まれる形で仲間数名が囚われてしまったルフィは、残る仲間と合流し、そこで人兵衛との再会を果たすのだった。おお、ムービーか。やば、いきなり人兵衛と喧嘩です。いきなり喧嘩。とがらきがないなら仕方ないの、待って。やば、おい、まずジンベイと喧嘩なんだ。オッケー。はい、先頭俺は大丈夫。はーい、じゃあ、どれだっけ、これですね、うん、変わらない、ね、あ、それだけなんだね。はーい、行きまーす。はーい、どれだっけ、はい、はい、よっしゃ、いきなりジンベイと戦うのか。そこない。おー、なんか強そう強そう強そう。やばいやばいやばい、強っ強っ。わわわ、これを待てと言うとるんじゃ。なんでなんで、なんでできなかったの今。なんで喧嘩が始まるんだ。サンジ間に入んないから。ふっくらってないですよ。金からけの神髄は水の制圧。大地中の水から体内の水へ衝撃の波動が貫く。生物は水の塊。オム人間とて容赦はない。お、やばいやばい。ジンベ強。でもなんか殺したぞ。どうしたか、いなくなっちゃう。修行の成果はこんなものか。あ、やばいやばいやばい、なんかカメラがすげえ変なんだけど、なんかなんで寄りづらい、近いからか。よいしょ。ほんでアームがいた。わしは敵に捕まって広場に。お、なんとかゾロたちが出てきたよ。鍵を盗んで広場を内側から開けられるもん。お、ホーディすげえした。任せて。え、でも私とロビンならできそう。真ん中やば、おいしょおいしょ、竜宮城でなんとか味方を助けてくれついた。いけいけい。おお、ホーディが。ホーディー城。あ、もう取れない、水の中。え、あ、水ダメなんだ。扉も開いてない。あ、でも門兵倒したらもう開いてた。おい、サンジかっこよ。どっち行けばいいんだ。お前さんたちは今のうちに。あ、上か、うん、あそこ上行けん。なんだこれ。え、何何、あ、それ壊せ壊せ壊せ、それ壊したらあの、あれが壊れる。何、あれが、そう、あれがね。全然あれば、あの、波が、波の行けないとこが行ける。そうそう、人間との融
誰使おうかな。おフランキー俺使ってみよう。とりあえずウェイケインかで仲間をまず吸収するって言ったから。いやゾロとウソップが捕まってるからそれを助けろって言ってるのに君がゾロっていう。確かに。これは悪行性やつらいんだ。よっしゃどうぞ。よいしょ。お強ゾロ。あフランキーニップルライトだ。最強だこれはもうフランキーニップルライト。これ強く弱いでしょこれ。あでもフランキーショーが出てくる。やばすげえフランキー将軍出てくんだけど。エレファントが出てくる。ダン31。あよしよしそうだ。あここにいたってなんだ。はいはい、味方の吸収成功を。で、あとあと広場に行くのがね。あ、ギョンゴロド広場行け。どこ真ん中じゃない。どうやって行くの。こっちで行けんのかな。ふざけるな、ここで。なんだ、なんだ。俺に反発する種族の恥さらしども。ここかな、ここ開くのかな。喧嘩してますよ。どうやって行くんだ、これ。ここだよね、多分ここだよね。ルフィたちはまだだろ。ここしかないよね。あいた、あ、ムービームービー。敵か味方か。そんなことお前らが勝手に決めろ。やば超かっけえ。めっちゃあいつ吹っ飛んでる。なんか急にしたのに、ね、ルフィ吹っ飛んでる。吹っ飛んでる。わ、急に吹っ飛んでる。わ、待ってすげえ。それどこ倒せるの。もう何倒せるか。ジンベを助けろ。なるほど。どうしようかな。あ、ロビン使ってねえかな。とりあえず上行け。とりあえず上だよね。あの、待ってなとこでしょ。あちらに行くらいの。とりあえず。オッケー。オーディ、打ち水を開始。やば。やばいのかこれ。食らうやつだ。あ、くそ。厄介だな。あ俺の真後ろにいますね。本当だ。当たるんじゃないか。当たらなかった。あ俺の近くにいました。いた。これ倒せんだ。とりあえず倒せんだ。これイエーイ。エネルギーステルド持ってくんだこいつ。やばい。なるほど。倒せそう。おお強っ。ロビンも強い結構。おーおーおお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 エレファントが出てくる。よいしょ。なんか、あ、星が出てきた、リーダーが。あとこれ大丈夫だ。おー、下、青はムービー入った。やばー、やばー。今、ブルックが。あ、なんだなんだ、ムービー頑張った。あー、今説明しようとしたらまたムービー入った。ブルック、ウソップ、チョッパー、ムランキーの必殺技が見れました、今。ハスル、オサムーボジャンス。ハスルの武器からギリからのウソップのインパクトウルフからの黒帝パルメからの足元デンジャラス。いやいや、足元デンジャラスかい。でもう一回、あれかな、見れんのかな。レーザー見れんのかな。ハテナどこ、俺変なとこにいるな、俺。とりあえずハテナ行け、行くか。別に何もないね、うん、ただ彼らがやられちゃいけないってだけ。ジンベイは使わないけどね。ジンベイどこ。ジンベイがどこか分かりません。分かんないんだけど。
あ、どこにやろ。あ、なんか下になんかハテナないでも、なんもいないんすか。魚人隊長しかないですこの魚人隊長なんかしてくれるのかな。分からん。味方魚人を援護して援護してとりあえずまあ戦っときゃいいってこと。魚人隊長こんな入ってきました。あ、入りません。あ、なるほど私入りません。私入りません。魚人隊長どんどん入ってきます。あ、目的地通りますよ。あ、買い物だって。あ、来ました。あ、ここが開いたんだ。あ、なるほど。なるほど。ホーディを警戒してジンベイを消してよ。オッケー。とりあえずここ落とす。下行こう。うん、そうだ。とりあえずここ落としたら、オッケー落とした。で下行こう。ホーディ、ホーディどこ行っちゃうよ。行こうぜ。ホーディぶっ飛ばす。来たホーディ。おお、六度の通信やば。じゃあ俺も、あ、俺ギガント勝ってるんだ。じゃあエレファント勝ってるやるとしたらムービー。あ、ホーディが乙姫殺した犯人だって。ふざけやがって、ホーディの野郎。よかったです。おっ、母親なくてやったよ。ほらー、おー、一瞬でぶっ通した。強っ。終わり。もえ、もう終わり。絶対違うよね。なんか絶対何回も復活するよね多分。あ、なるほどなるほど。ジンベイ助けたのか。あ、ジンベイ出現した。とりあえず、なんか始まるまで待ってた。一番嫌いなんだよ。お、ムービーやばー5万人ぶっ倒す覇気が見れましたからの、海賊のお邪魔一人で十分だ。ドーン最高。わかりませんね。とりあえず上。送り届けるってのがあったのか。味方巨人撤退。敗北条件変更。なんだ。あとはホーディを倒すだけ。あ、倒していいの。あ、倒せない。あ、なんか上もできてるなんか。あ、左から行けなきゃいけないじゃない。わしらは人間を愛する未いい気になるんじゃねえ。こっちからか。右止まりでーす。で、こっちから行きます。わ、なんか出てきました。わ、なんかすげえな、おい。おお、ここも入れないな。とりあえず俺上行ってる。上の果てなとこ。水を止めるスイッチね。こっちから行かなきゃいけないんじゃないか。こっちからか下からか行かなきゃいけないんだ。ああ、そういうことね。うん、じゃあ俺右下行ってこうかな。ああ、オッケー。わあ、打ち水だる。うわあ、だる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 。めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。うわ、めっちゃ来るこれ、マジで。え、マジでめっちゃ来るよ。ビーネルやえげつないぐらい来るよ。あ、失礼した。どこに。あ、上か。水を止めてもらわなきゃいけないんだね。そうだね。やめてください。お、デイケイロが来た。俺に力をよこせ。どこどこどこ。よし、発電に沿っても倒せそう。よいしょ。どこ行った、どこ行った。あいだ、モンヘンがブース倒せば。出てくれ、出てくれよ。あいたー、オッケー。あ、輸送隊長もいる。あ、なんかありました。壊してください。それ壊してください。あ、壊しました。それ壊すとその近くのところがね、あの取れるようになる。取れるようになる。あ、本当だ、取れるようになった。よーし、倒します。この強く優しい決意はなぜわからんのじゃ。
絶対辛いでしょ。おや結構刺した。なんだ、うぜえな、こいつら。ああ、した、した。おぉ。ナミとサンジの技が見れました、今。ナミのあの名シーンも出た。ジンベイ。かたじけないのやつ。一道再開しやがったぞ。こっち行けないな。下から君に開けてもらえないとダメなんだよ。あ、ここ貼ってんの。え、これ貼ってんの。そうだな。あ、俺上にいていいじゃん。あ、もう打ち水まみれ。もうちょ、打ち水本当にすごいんだけど、打ち水マジでマジですごかった俺。よく避けれたね。やばいやばいつけ。ちょっと俺もそっち行くわ。じゃあよし、倒したよ。クルーズ貼ってなんだよ。ちっちゃくすれば。あ、リーダーが出ました。あ、なるほどなるほど。そのリーダー倒したらいいんだよ。倒します、はい、俺も向かっていますね。リーダーが消えました。消えるんかい。あ、いた、いました。ちょっとじゃあそっち任せるわ。俺あの機械壊してくる。あれのせいでも全然通れねえんだ俺。ありました。ほら、あ、なくなった全部。イエーイ。よいしょ。おお、ゾロの黒杖竜巻とロビンのギガンテスコマーロドゥーンってやった。あ、リーダー倒したからさっきの。あ、食らった。あ、もう本人倒していいのかな。もう倒していく。行くか、じゃあ。下から飛ぶね。じゃあ俺上のちょっと左上のとこ行ったん。じゃあ選挙しよう。選挙するのにも一回ホーディの前通んないといけない。失礼しまーす。ホーディさん失礼しまーす。一回抜けまーす。よし。なんだろう。一回選挙しよう。なんだよ、どういう動きだよ。おらららららら。あ、ナミさん使ってみよう。そうだ、ほら、これめっちゃいいな。黒杖竜巻きつい。これね、大神官やわ。みんなすぎる。あとこれさ、合成やってます。はーい、私もです。はい、取りました。開くのかな。開いた。何でしたっけ。あ、ジンですか。君あとはなんだ、もうホーディー倒すだけかもしれませんね。じゃあ、あ、出した。誰かな。ジンベットから出します。ミラニアしてます、ジンベット。おらら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 ら。よいしょ。はい、こっちもダッシュ。はい、出ました。よーし、じゃあホーディー倒します。バイ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 。皆殺しにする。勝てるわけがない。よいしょ、覇王色の覇気ドン。諦めろ。あ、聞こえよ。お前ら人間への復讐を果たす。もうえらいことになってる。めちゃくちゃだ。あーめ、ミスった。あら、当たった今。当たった。レッドホーク、ドーン。とりあえず俺もレッドホーク当てれたからもう満足です。はい、歌わない。もうレッドホーク当てれたらもう勝ちです。やばいやばいやばい、勝ちじゃねえじゃん。レッドホーク当てたんです。まだ勝ってねえし。どうでしょう。どうした？エレントカトリングも常にやってる。エレントカトリング。ダララ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 ラ
ダダダダって打ちました。ボコボコだったし、しかも俺最後それちゃんと再現できたから 4D 戦の時よしよしよし、ボコボコだったな。イエーイ、よいしょ、イエーイ。うわー待って、もうあと2個ぐらいでもこれ終わっちゃうってことですか、ストーリーはですか。おお、積もうかろう。うわこれちょっとほんと楽しいな、これ次はもうパンクハザードいっちゃう。ちょっともうちょっとわー、あと2個しかないよー、あと2個しかない。ほんとだ、あと2個あ、いやまあ、いやちょっといろんなキャラまたやってるからね。わーわ、魚人島楽しかったな。レッドオークからのカトリン、エレファントカトリンも見えたら超かっこよかった。はい、そんな感じでございました。また次も撮りたいと思います。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しみ。またね。